それでは大久保メガネチャンネル、以前ですね、大久保氏自分の、カバンの中身を見せますっていうのをやったんですけども、今日はスタイリスト大久保氏、撮影の現場に行った時にどんなカバンに何を入れて、持っていくかっていうことを今日は、お見せしたいと思います。最近僕は撮影の現場では、ひろみさんとやった八王子ホームのこのセットアップで、なんて言ったらここにマイクがついてますので、いろんなものがこう携帯とかこっちに入れられますので、このセットアップでいってます。それではいつものカバンの中身というか、カバンを持っていただけますか。よろしくお願いします。はい、どうもどうもどうもって現場入りました。はい、これは名作ですね。ポーターに作ってもらいました、ザ・スタイリスト・ジャパンの。これ結構何年も入る、スタイリストの方に非常に重宝している、ヘアメイクの方にも大変重宝しているカバンです。残念ながらもうこれは生産することができません。どんだけ吉田カバンの長谷川進君に頼んでもこれは無理な話です。はい、今のは余談です。はい、それではですで、まずは撮影行ったらアイロン掛けしなきゃいけない。アイロン出します。はい、アイロンはですね、これはですね、ジャパネット高田がジャパネット高田で買いました。アマゾンズのお姉さま方から教えてもらったこのアイロンを愛用します。はい、伊豆はさ、これあれだよね、ミネラルウォーターを使わないと、水道水だと結構なんか白い粉が出ちゃうんで、なるべくこのミネラルウォーターを使ってます。家深でいただいた。詰め替えてます。詰め替えてます。中身はちゃんとしたミネラルウォーターを使ってます。それでこれですよね。ダイスの方、これでシュッ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 ってやってると思いますけど、まあそんなもんか。はい、そんなもんですね。これがあるじゃん。これの中身に何が入ってるか。はい、これです。はい、重たい方やってください。中に細かいの入ってる。細かい最高セット。最高セットですね。はい。これなんだっけ？スニーカー拭くやつ。ジェイソン・マークのスニーカー拭くやつ。はい。ウェイトティッシュ。はい。あとメガネクリームです。メガネ拭き拭きね。メガネ拭き。はい。曇らないやつ。メガネをかけていたり、サングラスをかけている方のためにスッと出さないでしょ。シャツバンド、そうそうそう、シャツバンド。これをほら、ちょっとね、ネックに合わせて、あ、袖丈がちょっと長いなって思うときは、このシャツバンドを使って長さ調節します。はい。これが非常に痛いって嫌がる方もいるんですけど、その場合はちょっと、はい。困ります。はい。で、裾上げセットです、ね。あ、裾上げセットだ。こんな感じで。はい、これ裾上げセット。いろんな色に対応できる。あれ、これ入れてんの？これソフト？これソフトです、ね。ソフトのなんかノベルティだよね。はい。なんかたまたまぴったり。たまたまぴったり。はい。それで、あとは糸、これでしょ？ピンクッション、マチバリとか。僕は最近やってないんですけども、オンデラボーイ結構最高上手なんで、さすが文化服装学院卒業。それと安全ピンセット、安全ピン、安全ピン。なんか仮で裾上げると、そうそうそう。これ結構さ、このキャンディー好きなんだよね。入れ物好きですよね。入れ物好き。俺こういう金物の入れ物好きなのね。このキャンディーもね、すごく美味しくて、多分ね、木梨さんからお見えでもらったんじゃないかな。なんか、いいですね、うん、かわいいね。で、ガムテープ、ガムテープ急にいるの、急にいるの、急にいるのってガムテープと両面テープ、両面テープって20ぐらいない？はい、なんか強めのやつと普通のやつ、素材によってくっつかなかったりするんですよね。やっぱちょっとこう V ゾーンどうしてもミリ単位でちょっと崩れちゃ嫌だなって思うときは、この両面テープでしっかりと、ネクタイを裏側から止めます。包帯はちょっと難しいんだよね、蝶ネクタイは。縫ったりとか、縫ったりとかね、本
とね、まあ普通のネクタイいいんだけど、蝶ネクタイのコーディネートの時は本当にあの現場に送り込んだら、曲がらないでくれっていうね、曲がらないでくれ、何もできないみたいな、何度か嫌な思い出もあります。あとは急なダブルカフス、そうそうそう、急にやっぱりダブルカフスのシャツでカフスがないという時は、一番簡易的なこのカフスボタンがあると非常に便利です。はい、細かくて分かるかな、ね、白と黒があれば大体使いやすいカフスボタン。それからまあ一応メジャーね、メジャーする時にね、そのもんか。この中はそんなこんなもんだね。一応メモ帳とかも入ってますか。メモ帳入ってるでしょ。現場で、持っていったタグとか外したときにね、そうですか、ちょっとメモがないと困るんですよ。これ、だいぶ前に買ったやつです。めちゃくちゃいいです。ちょっと重いですけどね。かっこいいじゃん。それで現場行くでしょ。あ、靴が大きかったとか。場合によっていろいろあるんですよ。すごい薄めの。薄めから。そう、あとはこれもやっぱりね、うん、まあ、ちょっと厚めのね、そうか、はい、スニーカー用のやつとかもあります。何度かね現場を一緒にしてる方だと全然サイズ感っていうのは、ね、分かってるんだけど、やっぱ初めての人だとね、はい、サイズ感が分かんなくて、こんだけあると安心だね。はい、うん、常に持ってたやつ。あと何入ってるんだっけ。あとはこれは僕がいつもくっつけてる、あの普通スタイリストのアシスタントの方ってやたらガムテープとかこういうピンのでかいやつとかガムテープもこう何種類もこうガーッと下げてる人いるじゃないですか。ピンをつけてそんなに必要じゃないだろうっていう感じで、うちのっていうか、モンテラボーイが持ってた道具はこれがいいんだよね。これここに下げてるんだよね、いつもね。そうです、ベルトループ。なかなかね、これぐらいの手ぶら感のスタイリストのアシスタントの方っていないんですけど、まあ、これはいいかなっていうか、これで十分なんだし、結構十分です。十分なんだよ。俺なんかだったら、あれだっけ、チビコロだっけ。チビコロ。これ結構なくしがちな、なくしがちな、あのゴミ取りの時にね使うね、これあ、ちょっと貼ります。こういうちびこのこれもね、普通だったらでかいやつだ。これでもちっちゃい方ですね。え、これでもちっちゃい方でしょ、はい、もっとでかい人いたよね。いますね。ね、とにかくあんまり大きいもの持ちたくない。そうだから俺は現場って言ったら、もうこのちびころ1本これをちょっと入れて、これぐらいでいいのかな。意外とで、あとはこれだ、夏場の扇風機ステッカーも勝手に貼ってます。こっち側に何かミニオンのシールあとあれだ、これだ、匂い消しだ。そうです ねこれが必要だ。これも意外と名前を書いてます。で、この革靴のちっちゃいカバンもね、かわいい、こうやって持って現場にいるとなんかちょっとかわいい感じ、かわいいね。こんなの持ってると非常に動きづらいんですよ、実際は。これをあっってなった時に置いて入るよりはやっぱこのこれですよ、これが一番ね。これもあんまり使わないけどやっぱりいるね。はい、なんていうんですか、フェイスカバー。そう、メイクしちゃってから着る場合は絶対これが必要なんで、うん、はい。で、これ何カバンだ。あ、それあれです、ロケ弁。あ、そうだこれ大事なんだよあんまり言えないやつか。いやいやいや、大事だよこれ大事だよ。ロケ弁結構出た時にひっそりって言うないけど、やっぱもったいないじゃん、なんかいろいろね。で、ロケ弁入れるときにこれぐらいの大ぶりのカバンですと
なんか何持ってたんだろうなっていうのもあんまり分かんないっていうか、なんかね、そうです、そうですよ。いい。かわいい。現場でロケ弁やっぱり楽しみだからね。モチベーションなんで。モチベーションですよ。あとはさ、靴を持ってるとき、靴、シューズを持っていくときはこのカウブックス。カウブックスのこのカバンが非常に役に立ちます。はい。何度だろう。5入ってます。5は入るね。5足ぐらいありますね。なんか一応出した方がいいか。これぐらい入ります、ね。マチがめちゃくちゃでっかいです。これぐらい入ります。はい、そこがこれぐらい。ね。はい。こうやって5足は入ります。はい。あります。あります。それでも足りないときは、もう一個あります。さらに。さらにもう一個あります。はい。これ結構古いやつだよ、これ。これかなり。かなり電気アイテムこれ。気に入ってます。これも、ジェネラルマウンテンリサーチ。小林くんところの。これ。これもそう。そして、さらに、帽子を使う、例えば木梨さんの現場とか帽子をたくさん使うんで、この帽子ケースも持ってきます。はい、まあこんな感じで現場行ってます。はい、同業者の方はどんなカバンなの。そうですね、ね、気になります。気になりますね。でもまあうちは最低限これでなんとなくうまくいってるのか、はい、そうですね。これにプラス現場で使う洋服が1ラックから2ラック入っています。2人で両手もあります。そんな感じで、あまり皆さん見たことなかったのかな、なんて思いながら、はい、最近あの毛玉取り追加しました。あ、毛玉取り見せよう最近、道具箱に追加したのはこの毛玉取り。毛玉取り、毛玉取りですよ。毛玉もないかな。あ、すごいねこれ。はい、毛玉取り。はい。あんまり活躍するか、意外と活躍するか。いや、まだ一回も使ってないです。だらっとやりましたけど。大久保敦史、スタイリスト大久保敦史事務所の仕事グッズと移動に使うカバンたちでした。それではチャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。はい、スタディストを目指す方、はい、頑張って